皆さんこんにちは、えりもんです。今日はもう待ちに待った、まあ、夏といえばっていうところで夏フェアが始まったので、今回は夏市と角文のフェアで購入した本を紹介していこうと思います。もうね、本好きとしては本当に毎年ねこのフェアをね楽しみにしていて、まあ、去年の冊子とかもね今飾ってあるんですけれども、まあ、今年も始まったなっていう感じがしてすごくね嬉しい気持ちでいっぱいです。ということで早速紹介していこうと思います。今年の角文の表紙が夏推し2023って感じでね、この可愛い表紙なんですよね。赤と緑その表紙、スイカをイメージした表紙になっていて、であと夏市はこのねヨマニャちゃんの可愛い表紙。夏市は声優さんのおすすめが載っているこちらの冊子もありましたので2冊冊子があります。で夏市の方は対象の本を購入すると、この画面クリーナーが4デザインあって、対象も1冊買うと好きなデザインが選べます。でこっちの角文の方はこの帯についている応募券から応募できるってなっていて、 A 賞がブックポーチ、 B 賞がオリジナルセンス、 C 賞が図書カードで、 D 賞がコーヒードリップバッグセットとなっています。でこれはアプリからでも応募できるみたいですね。角川のアプリからか、もしくはハガキで応募できるっていうことになっています。まず夏市で購入した1作品目は伊坂幸太郎さんの逆ソクラテスです。この表紙がね可愛くて好きなんですよね。でこれお話はね5編入っている短編集になっているんですけれども、まあ、どのお話もすごく読みやすくて1日で読み終わっちゃった記憶があるんですけれども、やっぱり1つ目のお話の逆ソクラテス、表紙にも小学生が載ってるんですけども、小学校は舞台になっていて、同じクラスメイトとある作戦というか計画を実行しようとするんですけども、それがいろんな方を巻き込んで最終的に全く予想がつかない結末になっていくっていうところで、すごくね面白くて、一番なんかこう覚えている記憶に残っているお話にはなってるので、まあね、タイトルにもある通りポイントとなるお話にはなってると思うんですけれども、だからこれを再読してなんか今逆にどう思うのかなみたいなところもね探っていくのがちょっと楽しみな作品になってます。中山七里さんの隣はシリアルキラーです。これもね本屋さんに並んでる時に表紙のね怖い感じがすごく好みだったんですけど、このタイトルにあるシリアルキラーもポイントではあって、で私怖い話がすごい好きなんですね、まあ、怖い話も好きだしサスペンスも好きだしミステリーも好きだし、こういろんな要素が好きなんですけれども、まあ、これはね怖い部類に入るお話で、隣の部屋からすごい怖い音が聞こえてきて怪しいと思って実際に遺体が発見されるみたいなんですよ。でも発見されたから、あ、じゃあやっぱり怪しくないかっていうことで隣人をちょっと尾行するっていう、なんかすごい勇気だと思うんですけども、それをするっていうところなんですけれども、なんかね裏にも書かれてるんですけど、五感から触れ上がるようなっていう、なんかなんかちょっと怖いんだけどやっぱりちょっと触れてみたいとさえ思えてしまうほど気になっちゃってるので、もうこれはちょっと映画化してほしいかもしれないな。なんかやっぱり映像でちょっと見てみたいなっていうところもあるんですけども、すごいね気になってたのでこの機に読みたいと思います。こちらのね2作品を購入したので、赤と黄色のクリーナーをゲットしました。可愛いですよね。もし画面クリーナーって言われてもですよ、言われてもちょっともったいなすぎて使えないなと思ってしまうんですけども、飾るかもしれない、飾ります多分使わないと思います。もったいなすぎて、だってもうなんか汚くなっちゃうのとかも嫌なのでそう、だからもう飾ると思うんですけども、こちらをゲットしました。次は角文になるんですけれども、お久しぶりですか、呉勝弘さんのスワンです。本屋さんでの思い出にもあるんですけれども、こちらも棚の方ですね、この棚のところで発見して、あ、爆弾書かれてた方だと思って、あ、ちょっと読んでみようかなっていうのが、もうこう読んでみようかなってのが続いちゃってて、全然ね変えてなかったんですけれども、今回も対象本になられたということで、しかもこのコメントだよね、やっぱりコメントと、あと衝撃的だったのがこの裏のねお話で、ショッピングモールで無差別銃撃事件が発生して、
ていうお話なんですけれども、そこから始まるお話なんですけれども、私石持さんのさ2000回の殺人を、まあ、読んで皆さんお勧めしたと思うんですけど、それもショッピングモールが舞台なんですよね。だからこうショッピングモールが舞台だって思ってちょっとワクワクしちゃって今回で購入しました。こちらはそのショッピングモールである事件が起きて、高校生の泉さんが同じ事件の被害者で同級生の小杖さんから他人を見捨てていたっていうことを暴露されてしまって、でこう自分は被害者だったのにすごいいろんなね非難を浴びるんですけれども、まあ、その中で一通の招待状が届いて5人の事件関係者が集められたお茶会が急に開催されるんですよね。そのお茶会の目的が残された謎を解明するっていうところなんですね。残された謎って何なんだろうとか、そのどうやって解明していくんだろうっていうね、なんかもう終わっちゃってるじゃないですか事件自体は。どうやって解明していくのかなっていうのもすごい気になったので購入してみました。続いてはですね、岸優介さんの青の炎です。そう、私これ読んだことないんですよね。あの二宮さんがさこうやられてたのはねすごい知ってたんですけれども、実は読んだことがなくて、17歳の夏たった一人で完全犯罪に挑むっていう、まあ、その自分のさ家族の中で母と妹と3人暮らしをしていたんですけれども、再婚した相手がちょっとあまりよろしくない相手ということで、まあ、誰もねこう警察とか法律とかも助けてくれないから、ね、17歳の主人公の男の子が何とかしようと奮闘するお話なんですけれども、まあ、これ、ね、本当に岸さんの代表作にもなりうるお話だと思うんですけども、私実はもう読んでなかったし、二宮さんがやられてるっていうのもしてたけど映像でも見たことないので、本当に初めてこの部屋を機に入り込む物語ではあるんですけれども、ちょっとね読んでみたいと思います。なんか皆さんはこうすごい良かったっていうのが、なんか自分がどう感じるのかってすごくワクワクしますよ。いろんなね意見とかもあると思うので、なんか自分がどう感じるかっていうのを知るっていうのもすごい楽しみではありますよね。で最後にですね、これもうボーナスチャプターにはなるんですけれども、あの昨日ですね、私 YOASOBI さんのライブに行きまして、 YOASOBI 号であの書籍とか置いてあるんですけども、そちらでね、ここでね宮下夏さんの2つの印という作品をね購入しました。もうねシールもね、でこのシールとかね、あとねこの今挟んであるんですけど、このねしおり、読むと感動、聞くと幸せでね、可愛いしおりもねいただいちゃって、なんかこうある意味こうライブの思い出に本を買うというね初めての体験をしたんですけれども、こちらをね買ってみました。夏の課題図書として読みたいなと思っています。二人のね恋愛のお話なんですけれども、田舎で息を潜めるように生きる優等生の春菜さんと、母を亡くしてしまって落ちこぼれになってしまった春雪さん、確かに二人の春ですね、二人の春があの3月11日東京で出会った、何度もすれ違った二人を結びつけた印とはっていうねところがすごい気になりますよね。出会うべき人と出会う奇跡を描いた心震える愛の物語っていうことで、もうロマンス系さ、私最近海外小説とかでもすごいハマってるので、羊と鋼の森を書かれた宮下夏さんをねまた読めるっていうのがすごい楽しみですということで、以上5作品が私が今年の夏にまずね読む作品になります。本当に楽しみなんですけれども、皆さん気になる作品があればぜひフェアとかでもね探してみてください。今絶賛ね開催中なので、皆さんは多分ね冊子を見てそれぞれそこで見てなんか新しい本と出会えると思うので、ぜひ足を運んでみてください。ということで本日も見ていただきありがとうございました。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。